ただいまよりサマーサタバサグループ2018年度春入社式を執り行います。本当に本当におめでとうございます。またありがとうございます。ありがとうございます。それではサマーサタバサグループ販売課を代表し、サマーサタバサ表参道ゲイツポップアップデジタルストア2015年入社の杉田かな子さんより歓迎のお言葉をいただきます。2018年度入社の皆さん、入社おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんがサマーサグループの社員の一員として社会人の一歩を踏み出すスタートの日を一緒に迎えることができ大変嬉しく思っております。皆さんにはどんな時も失敗を恐れず一歩踏み出す勇気を持ってほしいと思っております。サマーサグループはチャレンジをする一人一人にチャンスを与えてくれる会社です。ぜひ感じたことを考え行動に移し、新しいことにチャレンジをし続けてください。そして本日はなんとプレゼンターにあの方をお招きしております。サマーサタバサウェブショートドラマにもご出演のこの方、新田真剣佑さんです。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。はい、改めまして2月の27日より配信がスタートしました。毎週水曜更新中のサマンサタバサウェブショートドラマラブミートルーリー本気で愛してにご出演されている新田真剣佑さんです。どうもこんにちは。新田真剣佑です。すごいですね。すごく緊張されていますと言われてたんですよ、はい、僕入ってみてシーンとしてたらどうしようと思っちゃいました、うん、はい、よろしくお願いします。真逆でしたね。すごい熱狂ぶりだったんですけれども、どうですか、ちょっと見ていただいて。いや、もうキラキラした笑顔が素敵です。多分ね、あまり年も変わらないと思うので、はい、あと男性2名がとても肩身狭いだろうなと思いながら僕もいるのでよろしくお願いします。実際こう見ていただいてどうですか。この続編を先ほど撮りました。そこでそのですごく近くで撮影していたので映像を楽しみにしていてください。本日はですね、入社式ということで新田さんの新人時代ね、今いろいろ大活躍されてますけれども。いや、まだ新人です。やめてください。本当ですか。まだ21なんで。あら、じゃあ皆さんとね、ほぼほぼ同じ世代なので、はい、今こう頑張ってることとかいろんななんかこうエピソードとかぜひぜひ教えていただければと思うんですけれども、お仕事を始められてどうですか。お仕事は15の時に始めてもう6年、本当8歳から始めてるんですけど、日本に来たのが4年前で、作品としてはちはやふるという作品に出会って、あ、うなずきがあった、よかったので、その作品でいろいろ学ばせていただいて、まあ初心を忘れずという気持ちも込めて新田という名前を名字にしたんですけど、はい、そうですね。何か皆さんに最後ね、一言メッセージをいただいてですね、はい、ぜひ皆さんにパワーを与えていただければと思いますが。いや、僕のパワーになるかわからないですけど、ちはやふるという作品に出会って、僕オーディションだったんですけど、それこそオーディションに受かって監督に言われた言葉が、物の哀れを探してきてくれと言われたので、社長にそんな意味のわからないことを言われるとは思わないんですけど、本当に最初意味がわからなくて、こういう仕事を独特な物の哀れを探してこいという発言なんだなと思って、皆さんにはそういう意味のわからない注文がないことを祈ります。そして僕は周りのスタッフさんや共演者の皆さんに本当に支えられてここに今いますので、毎日本当に皆さんには感謝して生きてます。初心の心を忘れずに、
これからはサマーサタバサの一員として頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日お忙しい中、サマーサタバサの入社式へ駆けつけてくださってありがとうございました。新田真剣佑さんでした。皆様盛大な拍手でお見送りください。センターからお願いします。はい、それでは以上をもちましてサマーサタバサ2018年度入社式を終了させていただきます。先ほどですね、私の方が入社の人数の方を向いて、はい、こんな感じでお願いします。元気ですか？お願いいたします。はい、おめでとうございます。とても嬉しい気持ちを表情いっぱい表してください。お願いいたします。はい、真ん中にもう一度戻りますよ。真剣佑さんよろしくお願いします。新田さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら